各市町村区には、それぞれユニークなゆるキャラがいます。一時ブームだと思いますけど、今回私たちは行政と許可をもらって、これらのゆるキャラと、それから黄金の QR と一緒にして、例えば観光客については、今の見どころ、 写真を撮るならこんな場所がスポットとしてありますよとかね泊まるところとか遊ぶところ土産を買うならどこだゴルフするんだったらどうすればいいかとかね例えば海岸のとこだったら釣り船屋さんはどこにあるかとかねそんなような情報を常にこう情報を入れ替えたいわけですけどポータルサイトを運営している会社が それを常に更新するのはあなかなか厄介なことなんですね。情報を発信する人、そのお店、または、えー、その地区を紹介する観光協会が常に情報を入れ替えてあれば、その中の情報はいつも新鮮な情報に入れ替わるわけですね。例えば食食べべるもののだったらあ旬の食べ物が やはりそこで紹介がしてほしいし通販だったらそこで買える時期のものがネットで頼めるこれはもうフェイスブックで情報を出してフェイスブックで注文を受けるっていう簡単なこともできるわけですぜひこのゆるキャラとそれから黄金の QR を組み合わせてぜひ地域活性化の 一つの方法として、えー、皆さんで考えていこうではありませんか。